テイラー人生の仕立て屋、星2。あらすじは、売れないオーダーメイドスーツの2代目がオーダーメイドが売れなすぎた結果、試行錯誤してレディースを始めて、そこから移動販売のオーダーメイドウェディングドレスを始めて、人妻寝取って移動販売携帯のオーダーメイドウェディングドレス専門店に業態変化するシナリオ。ファストファッションが台頭したために、もはや風前の灯火であるファッション業界においてテイラーメイドは大規模デフレによって縮小傾向、唯一財布の紐が緩い女性にターゲットを絞らないと食べていけないという業態の現状をとてもよく描かれている。とりわけハンドメイドの商品が10ユーロで販売したりと時給2ユーロな現実や、オーダーメイドウェディングドレスで200ユーロとか価格破壊とデフレ感がやばい。これ2021年のギリシャの作品なのでギリシャのデフレ感と不況感がとんでもないので、この映画は非常にテンポのゆったりした作品なので4倍速するとちょうど良いくらいのスピードになる。この星の評価は4倍速で見た場合の評価であって、もしも4倍速できなかったら最後まで見ないのぜ。でも4倍速するとそれなりに最後まで見れる映画に仕上がっているのぜ。シナリオがぶっ飛んでいて、わざわざ子供と旦那がいる人妻で、しかも豊島の企業主を選ぶとか、その悪魔的ベッドシーンを入れるとか、誰得なシナリオがアバンラルド。映画自体は4倍速すれば消費するエンタメとしてとてもよくできている。